コーヒータイムということで、今日は片野さんのイエメンですね。イエメンです。まずはね、村氏から。今日ね、本当はね、違うことやろうと思ったんですけど、仕事終わってね、今日ちょっと疲れたなと思って軽く目閉じたんですよ。目閉じたっていうか、読書をしてね、ちょっと一休みと思って読書して、そしたら寝落ちしてね、気がついたら7時間きっちり寝てましたね。めっちゃ寝た、すっごい今目冴えてるんですけど、今3時です、朝ので。これからね、今動画撮ってこれを編集してアップするっていうのがあるんで、コーヒータイムでねまたやろうと思うんですけど、まあね、とりあえずまずコーヒーを入れましょう。で、今日ね、雨すごかったですね。まあ、いつもの天気の話ですけど、もともとね、おとといぐらいから今日の雨すごくなるよみたいな、線状降雨帯でしたっけ、最近ね、ここ数年騒がれるようになった、帯状の雲で、そいつが出てくると雨がね、このコーヒーめっちゃいい香りする。話し途切れちゃった。雨がね、ものすごく降りますよっていう、そういうね、線状降雨帯とかなんかそういうようなやつ、が発生しますよみたいな感じで、で今日ね、雨雲レーダー見てたんですよ。でそしたらね、見事にもう日本列島ほとんどにかかるような雲ですよね、帯状の雲が出ててね。でなんか新幹線止まったりとかしたらしいですけど、皆さんどうでしたかね。まあ、僕はね、今日は一歩も外に出ないぞっていうね、不退転の決意でね、家の中にこもってたんで、大してね、影響はなかったんですけど、はい、まあ、コーヒーをいただきましょう。はい、コーヒーいただきます。いい香り。めっちゃいい香りするな。いただきます。若干の渋みとね、香りがめっちゃいい。それでさっきのね、続きですけど、まあ、ただ今日みたいなね、雨の日ですけど、まあ普通だったら、昔だったらね、まあ雨でも仕事行かなきゃなんないかみたいな、もう明らかに雨すごすぎるから今日有給取っちゃおうかなみたいなね、そういう風な感じになったりとかすると思うんですけど、まあ、最近はね、できない業種っていうのももちろんあるんですけど、まあ、リモートワークとかね、進んできて、今日ちょっと雨ひどいから、天気がひどくてね、会社行くの大変すぎるから家で作業しますみたいなのがね、普通にできるっていうね、ところが、まあ、素晴らしいですよね。いい、なんか働きやすくなったなと思いますね。まあ、欲を言えばもう出社したくないからずっと在宅にさせてくれって思いますけど、まあそこはまあしょうがないかなっていう感じですけどね。はい、まあ今日はね、その話じゃなくて、ちょっとね、 X で見かけて、ちょっとバズってるってほどバズってはなかったですけど、ちょっと見かけてね、気になったものがあって、それをね、早速買ってみたんですよ。なのでちょっとそれを紹介したいなと思います。はい、まあコーヒータイムでね、紹介するってことは大したものではないんですけど、はい、それは何かというとですね、じゃんと、これ鼻すっきりオーツアップ R って書いてあるんですけど、まあこれ何かというとね、お兄ちゃんが目をつぶってる写真がありますけど、これ鼻の穴に、このここにね、ちょっとこれ箱から出すか、こんなね、シリコンの筒みたいなのをこの鼻の穴に刺して、で鼻の通気性を良くしようと、そういう
ものなんですよね。ブリーズアップってわかりますかね。ここは鼻の上にこうやって貼るバンドみたいなやつがあるんですけど、それのまあ何回も使えるようなやつ、鼻に詰める版みたいなやつですね、うん、でこれね気になってたんですよ。あの気になって買ってみたんですけど、なんかその X でちょっとリンクねもうどっか行っちゃったんで分かんないんですけど、そのパッと見かけただけだったんでね、うん、あの鼻の穴に詰めて、でそれで寝るとその鼻詰まりとかそういうなんていうのかな、あの鼻の通りが悪いのを解消してくれるのと、まあ、それによってねいびきとかも解消してくれますみたいな、そういうグッズらしいんですよ、うん、まあで僕もね体調が悪かったりするとあのいびきとか回復んですけど、そのいびきとか軽減できるっていうので、まあちょっとね買ってみたんですよ。で鼻がね なんかすっきりしない時とかももちろんあるんで、まあアレルギー持ってたりとかするんでね、まあ、そういうのの改善をねできるかなと思って買ってみたんですけど、これね実際使ってみたんですよ昨日の夜ね。届いたのは一昨日ぐらいで、一昨日昨日か、うん、昨日 で実際昨日の夜使ってみたんですよ。で、まあ、正直言うとねあのかなり良かったです。あの、まあ、ちょっと実際つけてみますけど、まあ、こんな感じでね鼻に詰めるんですよ。あんまりね目立たないでしょ、まあ、あんまりねあのおっさんの鼻とかあのドアップにしてもしょうがないんであの見せないですけど、全然そんな目立たなくて、でも鼻のところもねギュッと広がるんですよね、うん、でそれによってあのつけて、まあ、ここにはね鼻からの通気率 50% アップって書いてあるんですけど、まあ、50% アップしてるかどうかっていうのはわからないんですけど、まあ、でも体感できるぐらいには鼻がすごい通りが良くなったなっていう感じなんですよ。まあ、ただ若干ね、まあ、鼻の中もちろんなんですけど、鼻の中にね物を突っ込んでるんで異物感みたいなのあるんですよね。ただその異物感がどのくらいきついかって言われると、これをつけてるからって言ってなんか眠れないとかそういう感じではないですね。普通に、まあ、別に鼻の中になんか入ってるなぐらいのもので、うん、でも鼻の通気性もいいし普通に寝れるなっていう感じで、で寝れたんですよ。で寝てる時ね、まあ、全然意識しなかったんですけど、かなり快適に寝れたかなと思うんですよ、うん、朝もすっきりしてましたね。ただあのパッと起きたらね鼻に詰めてたこれがなくなってて、まあちょっとね寝てる時にやっぱりなんか気になるものだったんでしょうね。まあこうやって撮ったのかわかんないですけど自分でね、うん、なんかに触っちゃってポロッと落ちたのか、自分で鼻ほじってこうやってねうんってポッて撮ったのかわかんないですけど、うん、起きたらね鼻の中に詰めていたはずのこいつがいなくなってて、で朝ねあのなんていうのロボット掃除機、アンカーのねロボット掃除機があの家の中掃除してるんですけど、もしかしてそうで周りも見てもねベッドの周り見ても何もなくて、ベッドの横とかもそのロボット掃除機来るんでね、うん、そいつに吸われたんじゃないかと思っていや吸われたのかなと思ってゴミパックのところ見なきゃなんないなと思ってパッと起きたらね、そしたら僕 あの背中の下にこいつが入ってましたなんでそこ入ってんだっていう感じですけどね、うん、まあ僕の寝相があれだったんでしょうね、ぐるぐる回ってたんでしょうね、うん、まあでもあの結構ねその鼻の空気口通気っていうのはすごい良くなったんで、もしね鼻が詰まって寝づらいとかいう人はですね、あのこれ試してみる価値はあるかなと思いました。あのアマゾンで500円ぐらいだったんですよ、うん、なんで、まあ、どのくらい効果があるかって言われるとね、あの人それぞれですしちょっとわからないですけど、なんか寝苦しい、まあ、鼻が詰まって寝苦しいとかいびきがすごいとかいう人ですねは試してみるといいんじゃないかなと思います、はい、ブリーズライト、この上にね貼るやつ、あれはね一回使い切りなんで、まあ、パッと貼ってね、まあ、そっちの方がねスマート、見た目もスマートですけど、うん、まあ一回使い切りでねあれなんで、ただこっちは500円とかで、あのまあ何回も使えるというところなんでね、うん、まあ経済的かなと
500円だったら試しやすいですしね。もしかしたら Amazon じゃなくてもコンビニとかでもね売ってるかも、コンビニじゃないや、薬局とかでもね売ってるかもしれないですけど、はい、まあ、そんな感じで、まあ、下の方にねあのリンク貼っとくんで、興味のある方はね見てみてくださいという感じで、バイ。